野球日本代表、野球日本代表、野球日本代表、野球日本代表は国際野球連盟主催大会、プレミア12や国際オリンピック委員会主催大会、いつわやワールドベースボールクラシック WBC 出場時に編成される日本の野球代表チーム、日本では主にサムライジャパンと呼ばれる。本チームの名称は野球日本代表だが、 2000年のシドニー五輪までは全日本と名乗っていた。それ以降はオフィシャルサイト等の公式な発表では過去に遡ってすべて野球日本代表との表記で統一されている。名称の変更理由、変更事実は説明されていない。近年の野球日本代表と過去の全日本は同一のものである。2009年のワールドベースボールクラシックでの 日本代表の愛称は、サムライジャパン、サムライジャパンであった。しかし2008年3月に、ホッケー、日本代表が発表し商標登録していた愛の、サムライジャパンに告示しており、日本ホッケー協会広報委員長の永井東一は、WBC 日本代表より前に、サムライを名乗っていた。元祖は、私たちなので、パクったのではない、露出の差を考えれば、 こちらが真似したと思われると主張し、日本野球機構、NPB など、関係団体に抗議文を提出した。これに対し、NPB 側は、商標類似など、ルール上の問題はないとし、侍ジャパン、侍ジャパンの取り下げをしなかったことで、日本ホッケー協会理事からは、俺たちの方早かったのだから金を取れという意見も出た。これについて、 当時の NPB コミッショナーの加藤良造は、双方の代表が親しまれ、さらに活躍できるように協力、応援をお願いしたいと配慮するコメントを残したが、WBC で日本代表の活躍を見た永井は、侍ジャパンの名前がこうして表に出ていることに、関しては、複雑な思いもありますねとも語った。侍ジャパンは、電通が商標登録している。 2012年の代表上設下後は、チームの故障として、侍ジャパンが正式に使われることとなった。なお、日本野球機構が主体となった、侍ジャパンは、ワールドベースボール、クラシック期間中のみ、日本代表と呼称される。侍ジャパンという愛称は、トップチームを含む、全世代のことを指しているので、社会人代表や、大学代表が出場する場合も、 サムライジャパンと称している。トップチームイコールサムライジャパンではない。日本の野球界は、プロ野球や学生野球、社会人野球、大学野球等がそれぞれ複雑に絡み合って、発展してきた。また、それぞれの団体が独立して運営されてきており、柳川事件でのプロとアマの対立に代表されるように、時に団体ごとでの対立が問題となってきた歴史がある。 国際試合においては、国際野球連盟、i ブ f が主に統括しているが、かつては金属バットの使用を認めており、またプロそのものの参加が認められていなかったため、野球日本代表は、アマチュア選手、学生野球、社会人野球のナショナルチームであり、代表選手選出においてもアマチュア協会側が主導で決定してきた。ところが、国際オリンピック委員会、 IOC によるオリンピックへのプロ派遣要望等を受けて、1998年、国際大会へのプロ参加要人等が転機となり、野球日本代表のあり方をめぐっては、それぞれの団体の思惑等も絡み、大会ごとに対応が異なってきた歴史がある。2013年現在においても、各協会の代表事業の統括組織として、野球日本代表マーケティング委員会、 JMBC があるものの、サッカーにおける日本サッカー協会のような日本野球界全体を統括する組織ではない。国際野球連盟、i ブ f 主催行事である i ブ f ワールドカップや i ブ f インターコンチネンタルカップについては、全日本野球協会が MLB 機構主催であるワールドベースボールらしくの選手派遣については、日本野球機構、NPB が主導的に対応していると、 対応が異なっているのが現状である。1954年、アジア野球選手権開催にあたり、アマチュア球界で代表チーム編成のため、日本学生野球協会と日本社会人野球協会、現日本野球連盟イコール j a バ a が共同で日本アマチュア野球協会を制する。ここから代表チームが編成される。これが野球日本代表の最初と言える。 日本アマチュア野球協会からアジア野球選手権に6回代表チームを送り込む社会人3回、学生2回、混合1回。しかし日本アマチュア野球協会を日本バレーボール協会や日本サッカー協会のようなアマチュア野球の統括組織にしようとする動きに日本学生野球協会が反発。1966年学生協会が脱退。アマチュア協会は 空中分解し解散しし散た。学生側と社会人側の対立で、日本アマチュア野球協会は解散したが、国際試合に代表を送り込むための組織は必要だった。そのためより、緩やかなアマチュア球界組織として、両協会の付属機関として1967年、日本アマチュア野球国際委員会を設立する。この委員会のもと、1972年世界選手権。 初出場、1973年、インターコンチネンタルカップに出場し、優勝、1980年世界選手権、日本開催、1987年アジア、野球選手権日本開催、公開競技として1984年、ロサンゼルスオリンピック、1988年、ソウルオリンピックの、両五輪に代表チームを送り込み、それぞれ金メダル、 銀メダルを獲得した。1992年バルセロナオリンピックから正式競技となることに伴い、野球代表組織が改めて問題となった。日本アマチュア野球国際委員会は存在したものの、野球の代表組織として日本体育協会、大協、国際野球連盟に加盟していたのは日本社会人野球協会であったため、 1992年バルセロナオリンピックから野球が正式競技になることにより国際野球連盟にアマチュア球界で統合して加盟する必要が出てきた。このため日本アマチュア野球国際委員会を発展的解消し日本学生野球協会と日本野球連盟旧日本社会人野球協会の部組織でない屋上屋の組織として1990年 全日本アマチュア野球連盟 BFJ を結成し、この組織が国際野球連盟、アジア野球連盟、日本オリンピック委員会 JOC に加盟する。以後、野球日本代表チームはこの BFJ が編成することになる。厳密に日本代表ではないが、阪神・淡路大震災のあった1995年に日本人選抜が外国人選手と対戦する。 阪神大震災復興支援、チャリティードリームゲームが開催されている。国際野球連盟は、1998年から、国際大会へのプロの参加を認めた。1998年のバンコクアジア競技、大会野球競技には、オールアマで挑み準優勝した。BFJ はプロが参加しない限り2000年、シドニーオリンピックは出場できないという考えで、り。 1999年のシドニー五輪予選には BFJ がプロ野球側に要請する形でプロ野球選手の初の国際大会出場を実現する。この時、プロ側にも逸は参加の方針でセントラルリーグ、パシフィックリーグ各球団で温度差があった。古田敦也、当時ヤクルト、松坂大輔、当時西武等を含むプロアマコンチームは アジア予選を突破するも、オールプロの韓国に再び敗れた。2000年シドニー五輪本戦も、プロアマ混成チームで臨み、その結果メダルをかけた3位決定戦でまたしても、オールプロの韓国敗れ、日本はロサンゼルス五輪以来初めてメダルを逃がすこととなった。もはや中途半端な編成で挑む限り、メダル獲得不能と判断した日本は、2004年、アテネオリンピックは、 オールプロで臨むことを決定。代表の編成権も BFJ から全日本野球会議に移行することになり、2001年に台湾での IBF ワールドカップから全日本野球会議が日本代表チームを送り出すこととなった。しかし、プロの力をもってしても世界の舞台で勝つのは容易ではなく、台湾ワールドカップに続き2002年インターコンチネンタルカップでも成績は振るわず、 アマ出身として監督を務めた後藤俊彦が更迭されるなど日本代表は長く不振が続いた。2003年アテネゴリンアジア予選はメジャーリーガーを除くオールプロの日本代表チームが結成されることになったがプロ野球のシーズン終了直後であったことから国内トップクラスの選手を揃えることに成功した。監督もアマ出身者から選ぶ方針を転換し、 プロ監督経験者であり、国民的人気も高く、日本シリーズ優勝経験もある、長嶋茂雄が監督を務め、優勝で予選を通過した。翌2004年のアテネ五輪本戦は、プロ野球がシーズン中であるため12球団から2名ずつが選抜されることとなった。だが、長嶋監督が急病で倒れ、選出当時プロの監督経験がなかった。 中畑清代表コーチが指揮を代行するなど、予選と違い万全の体制にはほど遠かった。予選リーグこそオリンピックで初めて1位通過を果たしたものの、準決勝ではオーストラリアの前に敗退した。しかし3位決定戦ではカナダを圧倒し、銅メダルを獲得しかろうじて、オールプロの面目保った。アテネゴリンは、オールスター級のプロ選手を揃えても、なお、世界の壁は、 容易に破れないことを改めて実感させる結果となった。最後のオリンピックとなった北京オリンピックでは、選出当時は日本一の経験こそないが、中日、阪神でセントラルリーグ優勝経験を持つ、プロ出身の星野瀬日が監督に就任し2007年のシーズン付に行われたアジア予選を突破した。しかし、アジア予選主力メンバーを引き続き招集して挑んだ。 北京五輪本戦は12球団選抜との走行試合で大敗するなど、当初から指揮や選手のコンディションの低さが指摘されていた中、3位決定戦でもアメリカに敗れ、シドニー五輪以来のメダルゼロに終わった。過去の逸話代表チームのような編成上の問題以上に不調や故障中の選手、かつて星野が監督を務めた阪神、中日の選手を徴用し、 結果としていずれも使い潰してしまうなど、偏った起用法による弊害が見られたことが大きな特徴であった。北京五輪を経験したプロ選手には、日本代表に対する不信感を生じさせる結果となるなど、大会後も悪影響を及ぼしている。詳細は2008年北京オリンピックの野球競技、日本代表の功を参照。現状でも WBC こそ、 プロ一戦級が出場するが、アイブフ主催大会は、プロ二軍科社会人、学生主体メンバーで臨んでいる。ワールドベースボールクラシック、WBC は、アメリカメジャーリーグベースボール、MLB 機構及びメジャーリーグ選手会が主催し、日本側は、野球日本代表マーケティング委員会、JBMC のトップチームを派遣する。2005年5月、 アメリカメジャーリーグベースボール機構 MLB 機構が野球の国際大会ワールドベースボールクラシック WBC の開催を発表する。国際野球連盟 i ブ f のプロ解禁後も MLB 機構は国際大会への参加を認めておらずオリンピックワールドカップに代わる真の意味での世界一を決する大会にしようとの考えであった。i ブ f の アンチドーピング規定を MLB が飲むという条件で WBC はアイブフ主催ではないが公認の世界大会と位置づけられた。そして16の国、地域招待という形で2006年3月に開催されることとなりました。日本は当初 MLB の独善的な運営、3月という開催時期への疑問から参加に難色を示したが、最終的には参加を決定。 当時福岡ソフトバンクホークス監督の王、貞春が監督に就任し、代表チームには MLB からも2名、一郎、大塚明のが参加し、初めて MLB 選手も含めた日本代表が結成された、詳細は2006ワールドベースボールクラシック日本代表を参照。2006年3月に開催された第1回大会は、決勝でキューバを破り初代優勝国となった。 2009年3月に開催された第2回大会では、読売ジャイアンツの監督を務める原達則が監督に就任した。前回大会と同じく MLB 所属選手を含めた日本代表が結成し、決勝でも韓国を破り優勝した。連覇を達成した一方で、代表監督が NPB の球団監督との兼任であったため、負担が大きいこと、 1> 第1回大会と同様に代表候補選手の自退者が相次ぐなど、従来より抱えていた編成上の課題を解決することはできず、今後の WBC 日本選抜のあり方に一石を投じる大会ともなった。第2回 WBC での監督選考の難航から、早い段階での監督選考、決定を行うべきとの意見が相次ぎ2010年7月にも監督決定を 行うとの構想が報じられただが2011年5月の段階で人選は依然として難題のままだとの江尻義文による指摘2012年5月の段階これまで多くの国際大会に派遣されるアマ主導の代表と wbc に派遣されるプロ主導の代表が混在する形となっており それぞれ異なるデザインのユニフォームを着用していたが、2013年5月16日、日本野球機構、NPB と全日本野球協会、BFJ は、記者会見を開き、野球日本代表マーケティング委員会、JMBC の設立を発表した。ユニフォームは、プロ主導の代表で着用されてきた、サムライジャパン仕様に統一され、 フロアマ連携により今後の競技力の向上と市場の拡大を図る。2013年7月に行われる日米大学選手権より指導する。2013年10月9日に代表監督として国母勇気が就任し、11月に台湾で行われた2013ベースボールチャレンジ日本 VS チャイニーズ台北でトップチームが初の試合を行う。10月24日には 女子代表の監督に大倉孝一が就任することが発表。2014年2月10日に第1回侍ジャパンサミットが開催。野球日本代表マネジメント委員会、JBMC においてのプロ側の窓口とトップチーム監督のサポートを目的とした役職として、テクニカルディレクターが新設され、香取義孝が15優代表監督と兼任して、就任することが発表。 同じく明治大監督の千葉達也が大学代表監督に、小島慶民がアマチュア代表監督に就任することが発表される。4月14日には、徳島県立ナルウ門ス潮高校監督の高橋博志が 18U 代表監督に就任。6月24日には、西俊久が 12U 代表監督に就任し、インターネット上で 12U 代表選手選考に、 エントリーする企画を発表。6月30日には、平田勝雄が21優代表監督に就任する。2014年7月には、大学代表が、第27回ハーレムベースボールウィークに出場。7月17日には、オリックスバファローズの金子千尋と、糸井義夫、読売ジャイアンツの坂本隼人、東北楽天ゴールデンイーグルスの島本博。 北海道日本ハムファイターズの中田賞、広島東洋カープの前田健太の6人が2014トップチームの代表選手として選出されたことを発表。8月20日には MLB 選抜オールスターチームとの2014鈴木日米野球を11月に開催することを公式発表。8月には 15U 代表が第2回 15U 野球ワールドカップに出場し、 同じく8月に12ユ代表が第8回ブファ12ユーアジア選手権に出場。9月には女子代表が第6回アイブフ女子ワールドカップに出場し、同じく9月に18ユ代表が第10回18ユーアジア野球選手権大会に出場。2015年1月19日には強化試合としてグローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対、 欧州代表の開催が発表。2015年のプレミア12準決勝で韓国に敗戦して3位という結果に終わった。2017年の第4回 WBC 準決勝でアメリカ代表に敗退し3度目の世界一はならなかった。ワールドベースボールクラシックでは日本代表入りに関する条件がの5条件のうちのいずれか1つ以上を満たすこととなっている。 オリンピックの野球日本代表は1984年ロサンゼルスオリンピック公開競技から1996年のアトランタオリンピックまではアマチュア選手のみ。どの団体球技も世界選手権や五輪等に送り込む最強の代表チーム以外に選手資格に年齢制限がある大会に送り込む年代別代表チームが存在する。 しかしながら代表チームの概念が曖昧だった。日本の野球界にはそのような年代別代表チームを編成することがほとんどなかった。野球も各年代ごとの国際大会は行われており、日本からも参加している。だがこれらのチームは全日本野球会議や全日本アマチュア野球連盟が編成する正式な代表チームでなく、全日本大学野球連盟や、 日本高等学校野球連盟が送り込む選抜地位であるのがほとんどであった。2013年より野球日本代表マーケティング委員会 JMBC の代表事業として各年代別の代表チームが設立された。招集は各年代を統括する組織団体が行うが大会には JMBC の代表事業として派遣される。アジア野球連盟 部派主催により2年に1回もしくは3年に1回開催される野球のアジア地域における国別代表による国際大会オリンピックアジア予選を兼ねて開催されることもありそのためオリンピックの代表にプロ選手も選出されるようになったシドニー大会の予選を兼ねて開催された1999年大会以降はプロ選手がバスる場合がある アジアオリンピック競技会 OCA が主催するアジア競技大会の野球競技。1990年大会は公開競技としての採用であり、正式には1994年大会からの開催である。代表チームは大学生、社会人の混成で構成されており、2002年大会にはプロ選手も代表入りした。しかし、 2014年大会は開催時期の都合から代表選手全員が社会人チームからの選出となった。第6回大会のみの開催となったが見事優勝を果たした。23歳以下による大会で2016年に初開催初優勝を飾った。大学生による競技大会としてはユニバーシアードがあるが野球は普及度の低さから含まれなかった。そこで 国際野球連盟、アイブフは2002年から国別対抗の大学生による世界大学野球選手権大会開催することとなった。この大会にチームを送り込んだのは全日本大学野球連盟でなく全日本野球会議である。第1回大会当時の代表編成委員会の強化本部長は長島茂雄が務めた。ユニフォームも台湾ワールドカップへアてネ五輪で、 プロが着用したものと同じであり、そういった意味でこのチームが日本野球界初めての年代別日本代表と言える。ちなみに同大会の参加資格に大学生であるという条件はなく、規約上は同年代のプロ、社会人も選考可能である。2012年大会は台湾で解散予定だったが参加申請国が4カ国にとどまり、 開催必須条件の6カ国以上を満たさなかったため、中止となった。第1回、第2回、第3回、第4回、第5回、なお、日米大学野球選手権大会の日本代表は、当該ページを参照。戦術の通り、野球は相対的な普及度の低さから1993年、95年の大会を除いて、競技から除外され続けていた。しかし、 2015年に開催された大会では、主催国選択競技として野球が採用されることが、定めし、実に1995年大会以来20年ぶり、10大会ぶりの採用となった。また、続く2017年大会でも、競技種目として採用された。第17回、第18回、第28回、第29回、WBSCU-18 ワールドカップは、 国際野球連盟、アイブフ主催で1981年から行われている18歳以下で競われる国際大会。日本は夏の甲子園大会、全国高等学校野球選手権大会と時期が重なるため近年までチームを送ってこなかった。2004年大会は9月開催となったため初めて甲子園参加者も含めた選抜チームを参加させた。 甲子園大会と時期が重ならなくなった2012年以降は継続して参加している。出場資格にプロアマ等の制限はないが、これまでの代表チームはすべて高校生の選抜チームとなっている。2015年大会は初めて日本で開催された。第18回第21回第25回第26回第27回トリプル a アジア。 野球選手権大会は1994年が第1回。こちらは9月開催なので毎回参加している。高校生であることが参加資格でなく、早生まれのプロ、社会人、大学1年目の選手も参加可能である。近年は世界選手権とアジア選手権が各年開催で、アジア選手権が世界選手権の予選を兼ねている。 このチームは全日本野球会議が送り込む日本代表でなく日韓親善大会や日米親善大会と同じあくまで高野連が編成する高校選抜であった。2007年の第7回トリプルエアジア野球選手権大会では金属バット仕様が禁止されたが日本へは事後報告という形になったことから高野連は筋が違う。 大会の趣旨から逸脱しているとしてチーム使いを拒否。このため日本野球連盟は、参加の企業、早生まれの1年目、クラブ、専門学校の選手から代表を選考し、同大会に送り込むこととなった。このチームは全日本野球会議から代表事業として認定され、同大会に参加する初めての正式な U-18 代表となった。2011年の 第9回トリプルエアジア野球選手権大会では、荒野連による代表が参加し優勝した。第1回、第2回、第3回、第4回、第5回、第6回、第7回、第8回、第9回、第10回。WBSCU-15 ワールドカップは、国際野球連盟、i ブ f 主催の15歳以下で競われる、国際大会。2005年、メキシコで、第12回大会が開かれ、 日本は4位に入っている。この大会のチームを送っているのは、リトルシニア。中学年代の公式野球チームは、学校チームは存在せずクラブチームのみ。老舗のリトルシニア、ボーイズリーグほか7つの連盟が混在する。これら7つの連盟が一堂に会し競い合う大会は、毎年8月に、東京で開かれる、ジャイアンツカップ全国少年野球大会、ジャイアンツカップのみである。 この WBSCU-15 ワールドカップ参加チームもオールジャパンの代表チームでなくリトルシニアの選抜チームである。ジャイアンツカップが正式な全日本選手権に承認されたのを機に7連盟全てから選出された代表チームが編成され、11月に台湾代表との親善試合が実施された。なお、2007年ベネズエラで 開催の WBSCU-15 ワールドカップ中止からリトルシニア単独の選抜チームながら全日本野球会議の代表事業に認定され正式な15歳以下の日本代表チームとなった2012年から15歳以下の代表による A 世界野球選手権大会から WBSCU-15 ワールドカップに大会がリニューアルされた 12歳以下の代表による WBSCU-12 ワールドカップが2011年に設置された。女子公式野球の全日本チームが初めて結成されたのは1999年フロリダで行われた春季全米大会参加のためである。この時の派遣元として組織されたのが全日本女子公式野球チーム実行委員会である。まだ法人格を持たない。 任意団体であった。チームには大塚製薬がスポンサーにつきチームエネルゲンと命名された。以降定期的に選考を行いチームを強化していくが、このチームが公的団体で組織された代表チームでなく、実態としてはクラブチームと同じため、選考に合格した大学野球部所属の選手の参加は二重登録に当たると日本学生野球協会に拒絶される。 このため同実行委員会は全日本女子を公的に、真の代表チームと認めさせるべく、日本野球連盟加盟を目指し2002年、日本女子野球協会と改祖し、大学野球部からの参加も認められるようになった。2003年に、法人格取得、2004年日本野球連盟加盟が、承認され全日本野球会議構成団体となり、2006年女子、 野球日本代表が全日本野球会議の代表派遣事業として承認され、晴れて正式な代表チームとなった。国際的には2001年に国際女子野球連盟が発足、2004年には国際野球連盟、アイブフ主催のアイブフ女子野球ワールドカップ第1回大会が開催され、女子野球日本代表は準優勝した。2006年には第2回大会が 台湾で開催され、女子野球日本代表も初めて、アテネ五輪代表と同じユニフォームを着用して参加している。2008年の日本の愛媛で開催された第3回大会では優勝を果たしており、その後第4回大会、2010年、第5回大会、2012年、第6回大会、2014年と現在4連覇中である。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。